日産パルサーミラノ X1 新登場。チャオイタリアの鮮やかパルサー。2122はパルサー販売へ。女なんか作って勝手なことやって店のことは全部私に。のり子は新装具店を経営する主婦。かよは商社マンを夫に持つ幸せな主婦。やめてください。あさこは独身のテレビ人気キャスター。いずれも35歳の女である。のり子はかつて陸上のコーチだったかよの夫江崎に再会する。のり子は江崎を愛していたが、かよに奪われた過去があった。江崎はのり子の娘あやのコーチを買って出るが、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。この人僕の新しい嫁はんです。コロコロ、あなたの新しい子供で、ここが僕らの新しい家です。え、サルブしからへんの。はい、むちゃくちゃやな、おっちゃん。おっちゃん、うん、けどサンルームだけなんて素敵やもん。あかん、これでたや。お客様は神様です。でんでん虫の山下です。女王、海つばめ女王。海の彼方に楽園はあるか。逃げ切るか。追い詰められた男の野性が光る。海燕ジョーの奇跡。風の吹き回し。別に、今朝はちょっとコースを変えたんだ。朝ごはんまだなんでしょう。うん、それそれ。そのために今朝はコースを変えたんだ。おばあちゃんの味噌汁ずっとミスしたの。ミスって？英語よ。あいみし、おばあちゃんがいなくて寂しかったっていう意味。はい。あいみし、おばあちゃんのお味噌汁。まあまあ知らないんでしょ、あんたがサボってること。どうしておばあちゃんが勝っちゃったんだろうな。息弾ませてたけど汗かいてなかったもの。ふりしたってダメよ、おばあちゃんの目は騙せないわよ。ママには内緒よ。うん、今日のところはね。でもママの目だって節穴じゃありませんよ。あの人は私のことなんて足折ってビコ肘だって気がつかないよ。おばあちゃん、おかえりなさい。どうだった練習。江崎さん、お腹空いてない？ねえのりこ、
いっそのことセラピーに通ってみない？心理療法とでも言うのかな、治療とかそういうんじゃなくて、ただセラピストの前でリラックスして喋るの。いらっしゃい。はじめまして。どうぞ。はい。私のことどんな人間だって想像してらしたの？いきなり取ってくるとでも？いえ、白衣着てらっしゃるのかなと思って。医者じゃないから白衣は着ませんわ。さあどうぞ。なかなか座り心地悪そうね。いいえ、大丈夫です。そう。私が何か言うんですか？そうよ。先生は何もしてくださらないんですか？私お医者様じゃないから、お薬差し上げたり聴診器当てたりはしないの。でも小島麻子さんは先生が治してくださるって。うん、そうね。初めにお断りしといた方がいいと思うんだけど、私はあなたを治して差し上げることはできないの。なんか治さなければならないものがあるとしたら、それを治すのはあなたご自身なの。じゃあ一体何なさるんですか？そこに座って座って話聞いてらっしゃるだけなんですか？そうね、まさにその通り。私はあなたの話を聞いて差し上げるの。それだけ？うん、そうね。それからあなたと一緒に感じることができるわ。あなたの話からあなたの苦しんでらっしゃること、悲しんでらっしゃること、そういうことを追体験して一緒に考えるわ。だからあなたは胸の中にあるモヤモヤしたもの、少しずつでもいいからここへ吐き出さないと。それが言えるくらいなら私ここに来てません。それが言えるくらいならここへは来ない。つまりこういうことかしら。何が問題なんだかよくわからないっていうこと、それとも問題点は分かってるんだけどそれがうまく言えないっていうこと、どっちかな？言えないんです。口下手なんです。素直に思ってることを表現できなくて。今言ってるじゃない。あ、ごめんなさい。続けて。何か言おうとすると諦めの方が先立ってしまって、自分で我慢しちゃうんです。私自分さえこう耐えてしまえばと思って、いや私としては良かれとして思ってやったことが、みんなが、みんなって？みんなです。夫と娘と母が。みんなはどうしたの？私を憎んでるんです。残念ながらそろそろ終わりの時間です。もっと泣いて。教育問題、巻き特に塾の問題、最近は幼稚園に入るための塾もあるということなんですが、私ここしばらくこの問題を考えてみたいと思います。私は現在のところ独身ですから子供はおりませんけれども、まあいつ産んでもいいなとは思っているわけなんです。このコーナーあと20秒。20秒よ。ただし今の日本のこの教育界のあり方が続く限り、産みたくても産めない、まあ
そういったところに自分の子供だけは送り込みたくないというのが身につまされる私の実感です。明日のこの時間は遊ぶ時間を全く奪われてしまっている子供たちの表情をお目にかけます。あなたに見ていただきたい朝子のレポート終わります。朝子ってあんなこと言って、現実に子供がいると嫌でも受験戦争に巻き込まれてしまうわけだ。ただいま。おかえりなさい。ああ、もう前にも言ったでしょ、何度も漫画はダメだって。それ恵子ちゃんの。明日の朝返してあげるわ。それ学校行ったらすぐに恵子ちゃんに返すの。それより宿題あるんでしょ。ない。じゃあママが買ってあげた算数と国語ドリルやんなさいよ。つまんない、世の中真っ暗。そうでもないぞ、さっちゃん。ほら、あ、プリンだ。ママね、さっちゃんにいい子して勉強してもらおうと思って一生懸命作ったんだぞ。さあどうする、勉強するかプリンを諦めるか。わかった。いい子ちゃん。さあ、じゃあ手洗ってらっしゃい。はい。13時に神田のプリズムで、それから14時に、これは直山です。あ、お疲れ様でした。今さら未婚の母を宣言したって時代遅れだよ。別に宣言したつもりないわよ。あのね、私時代の先端行こうなんて狙ってないわよ。10時何？何を？最近あなたの発言に制裁が感じられないね。相変わらずズバズバ物を言うが、シャープさがなくなりつつあるとでも言うのかな。女がね、ズバズバ物を言うだけじゃ可愛くも面白くもなんともないじゃない。30過ぎちゃったんだからね。人の弱点つくばっかりじゃなくて、相手の痛みっていうのかな、そういうのもね、画面に反映していきたいのよ。私は制裁のない角の取れた小島麻子など何の魅力もないね。世の中はね、あなたのズバズバ口調、切り口のシャープさを求めてるんだよ。世の中がじゃなくてあなたがでしょ。他人のイメージ通りやってくつもりは私にはないの。はい、もしもし、江崎でございます。はい、はい、私ですけど。朝子？朝子なの？わあ、驚いた。あなた本当に小島麻子？見たわよ、さっき。そうよ、いつも見てます。あなたの熱烈なファンの一人なんですからね。だってさ、あなたすっかり偉くなっちゃって近寄りがたいんだもの。え、本当？ただいま。わあ、嬉しいわ。もちろんよ。うん、私一日中暇なんだから。あ、しゅうちゃん、ちょっとごめんなさい。しゅういち、冷蔵庫にプリン入ってるから食べたらすぐ塾行くのよ。しゅうちゃん、プリン食べないの？あ、もしもし、ごめんなさい。うん、子供が帰ってきたもんだから。うん、いいのいいの、大丈夫よ。で、何なのよ、もう本当に久しぶりなんだから。私に？いや、だって私参考になるような教育なんて。いいな、問題全く。痛い、お兄ちゃんのバーカ。うん、いるわよ、二人。テレビ出るんでしょ？あ、出なくていいの？うん、それなら、まあ、話だけだったら別にいいわよ。そうね、朝子に会えるんだからいいわよ。うん、え、わかった、 OK。 うん、じゃあね、本当楽しみにしてる。はい、じゃあね、さよなら。シューチ、あとプリン。なんだろう、あの子。ないんだから。そうですよ、僕はここの主人ですからね。閑古鳥鳴いてますね。せっかく美人のよしこさんが来てくれてるのに、改装早々で猫の手も借りたいぐらい忙しいんじゃないかと思って来てみたんだけど、その必要もなさそうだな。おい、せっかくだからお願いします。
バーゲンの布団の配達、あと3件残ってるんです。アルバイトどうしたの？今日は配達でみんな出っ放し。じゃあ俺はアルバイト並みってわけ？嫌なら結構ですよ。やりますよ。いらっしゃいませ。言いたかないんだよな。僕は言いたかないんだけどね、あなたの顔見てるとついててしまう。そういう顔あなたしてるんだよね。生まれつきですから、この顔。はい、辻井布団店でございますが、その乱動10名ゾーンでございます。はい、あ、のりこさんですね。はい、わかりました。少々お待ちくださいませ。辻井のりこさんいらっしゃいますか？あ、江崎という男性からお電話です。あ、もしもし。どうも申し訳ございませんです。どうかいたしました。お客様がご婚礼用の組布団をとおっしゃるんですけど、ね、申し訳ございません。改装前までは扱っておったんでございますが、あのどなたかおめでとうでいらっしゃいますか？娘が近々過ぎますの。おめでとうございますあの組布団でなきゃいけませんでしょうか？マンションへお住まい。そうなんです。あ、だったらベッドの方が若い方の生活様式に合っておりますし。それもそうですわね。ベッド用意でございましたらもう至り尽くせりそれぞれでございますから彼と相談しない。あ、そりゃそうだじゃあ考えて無駄に直しますわ、はい、ぜひどうぞ。どうもご検討をお願いいたします。どうも失礼いたしました。ありがとうございました。またどうぞ。ありがとうございました。俺も調子いいね。どうも申し訳ございませんでした。何が？組布団がないのは何も君のせいじゃない。申し上げる必要ないだろ。それとも僕がお客様の相手をしたから？それも申し上げる必要ないね。何も君が心配する必要ないんだ。ここは僕の店で、僕はここの主人で、え、ちっとも不思議なことじゃないんだ。どうしたの？社長のご機嫌が。ほっときなさい。なんだ？A じゃ分からんや。そのカエルは何かあんだろ？綾がね。綾がどうした？このところ4日ばかり朝走ってないらしいんです。でも毎朝走る格好して出かけていくの。走ってないってのはどうしてなんだ？知らせてくださったの。誰が？コーチの人。さっきの電話？学校のコーチ？熱心だな今頃のコーチは。一人の生徒のために朝早く起きてコーチしてくれんの？江崎っていうのかい、そのコーチ。そんなことより綾はいつも走るような顔してどこ行ってんのかしら。聞いたらどうなんだ本人に。え？君は母親だろ。だったら母親らしくさ、近くの娘が何を感じどう考えてるかってのは知ってたらどうなんだ。君さ、最近あやと話し合ったことあるか？ないだろ。つまり君の頭の中にも心の中にも仕事のことでいっぱいで、あやのことには眼中にないんだよ。そんなひどい言い方しないでください。私が仕事で手が回らないのはあなたのせいでもあるんですからね。責任のなすり合いはそうよ。とにかく事実を静止しよう。君最後にさ、あや外に連れ出して食事をしたのはいつだ？食事をすることが親子の唯一のコミュニケーションだとは私は思いません。はい、もちろんそうですよ。で、いつなんだ？じゃああなたはどうなんですか？たまにしか家に帰ってこないで。俺は昨日あやとジュースとケーキを食べた。1時間ぐらい話をした。まあもっぱら話をしたのは僕の方だがね。その前はあやとデートをしたのは4日前だな。僕ら事実頻繁に最近は会ってる。会ってるって言うんでしたら私は毎日あやと暮らしております。下宿人だって一緒に暮らせます。君さ、あやが今恋をしてるなんて知らないだろ。え、変なこと言わないで。うん、恋をするのが変かね。だってあの子まだ14歳ですよ。君初恋はいくつだ？
だって私たちの時は片思いでプラトニックラブ。ああ、だってね、プラトニックで片思いで綺麗な恋さ。ねえ、話してないのか、あなたに。必ずしもそういうわけじゃないけどね、あの子のことをちゃんと目を開けて見てれば分かることさ。誰相手？自分で聞けよ。私には言わないわよ、反抗ばっかりして。なぜだと思う？それは君が心を開かないからだよ。君は一度だってさ、あの子と子猫のようにじゃれ合ったことあるか？やめてください。私ばっかりいつも責めるんですね。そんなに私が憎いんですか？どうか話し合ってやってくれ。聞いてやってくれよ。おい、その走る件は俺も話しとくよ。いつでもどこでもどんな時でもいざという時のために、赤いベルトのセイロガン等イエー、ラッパのマーク、廃校薬品の製品です。課長、まだなんですか？もうちょっとね。じゃあお先失礼します。はい、ご苦労さん。仕事ですか、課長？ああ、違うよ。そんなふりしてるだけ。君も遅いね。みんな帰ったよ。忙しかったのかい？いいえ、私も忙しいふりしてただけ。じゃあ同じだ。何か目的があって？さあ、課長は？さあね。さてと、じゃあ帰るか。あ、ちょっと飲むけど付き合うかい？はい。いいでしょう。なんだか疲れちゃったから、こんな曲聴いてると涙が出てきそう。あなた見てると羨ましい。どうして？
自分のために生きてるから、誰のためにでもなく自分のために楽しみながら生きてる。とっても小さい世界でね、わずか6坪のスペースの自由だけど、こんなちっぽけな自由だけど、私それなりに代償支払いましたもの。私ね、結婚してよかったなと思うことが一つだけあるの。離婚できたこと。だって結婚しなかったら離婚経験できないもん。離婚か。あ、じゃあこれ。どうもありがとう。それじゃあね、また。お、太郎くん。うわあ、綺麗ね。じゃあね、さよなら。ご苦労様。あや開けなさい、聞こえてるんでしょ。あや、もうやだ、部屋に鍵かけるのやめなさい。分かった、鍵かけるの。そんないやらしい真似しないでちょうだい。返事しなさい。じゃあなぜドアに最初から鍵がついてるんだろう。このところ忙しくて話をする時間なかったけれど。忙しくない時なんてないじゃない。外装で特に忙しかったのは分かってるくせに。忙しくない時あったってママきっと話なんてしないよ。やめよう喧嘩すんの。どうしたのこれ。盗んだんじゃない。分かってるわよ。誰に。他に誰がいると思うの。パパよ。あなたはそんなにママのこと嫌い。まあいいけど、天体望遠鏡なんか何するつもり。バカみたい、欲しいのに決まってるじゃない。へえ、知らなかった、綾が天体に興味あったなんて。先週の土曜日に買ってもらったのよこれ。もう10日前。全然知らないんだから。何にも気がつかないんだからな。いろいろあったんだもの。海藻よ、おばあちゃんが出てったり。あや、お星様好きだったの。知らなかった。いいわよね、夢があって。あ、イマリアの太郎くんも天体写真眺めてた。太郎くんの影響だ。全然関係ないの。話して何よ。用があるから来たんでしょ。ねえ、あや、ママに嘘ついてることがあるでしょ。そんな遠回し言わなくてもいいよ、おばあちゃんの裏切り者。おばあちゃん。ちくしょう、あいつだ。告げ口しやがった、汚ねえな。そんな男の子みたいな口聞いて自分でかっこいいと思ってるんでしょ。ちっとも素敵じゃないわよ。告げ口じゃないの。あなたのことをとっても心配してくださってるの。じゃあ心配するなって言っといて。あの人に学校で昼休みに運動場4周するからって。どうして朝走るのやめたの。あの人に聞いてみて。嫌になっちゃうんだよ本当に。いい年したおじいがさ、毎朝ジョギングスーツなんか着てのこのこついてくるんだからよ。紹介したでしょ。あの方は元陸上の短距離で日本新を2つ取った方なの。コーチとしてもとっても優れてるの。ママが1500で記録取れたのも江崎さんのコーチのおかげなの。だからそんな言い方するのやめてちょうだい。一度は許す、でも二度とそんな口聞いたらママ絶対許せないから。コーチがいらないって言うんだったら明日ママお電話ですぐお断りします。だから今まで通りちゃんと走ってちょうだい。分かった。あや、話はそれだけ。イマリアのケーキ買ってあるけど食べる。いらない。
道夫さんの洋梨のタルト美味しいぞ。ママだってぞって言ったよ。反省。食べる？欲しくない。さあ。じゃあ。はい。ライムの香りが好き。ライオン。してみるか。カウンセリングは無料です。アデランス。場所変えましょうか。いいけど、どこ行く？僕のアパートってのはどうかな。ヘネシーのいいのがあるんだけど。それはあなたのベッドへのお誘いというふうに受け取ってもいいのかな。結構ですよ。やめとくわ。どうして？だって寝るのは簡単ですもん。その気になれば私たちいつだって寝ることできるでしょ。私ね、回りくどいのが好きなの。まずかしらね。僕にしてみればあなたは佐渡だ。いつもそうやってはぐらかす。だってまだこんな時間だもん。あなたタイミングが悪いのよ。また後でくどいてみてね。秀一、風邪ひくわよ。今夜もういいから寝なさい。もういいの？今夜だけ。ダメダメ、歯を磨いてパジャマに着替える。今夜だけ。ダメ。さあさあさあ。
いいんじゃない。あれ、あかねさんはお客の注文を断るんだ。時にはね、特に大切なお客様の場合。うん、じゃあ僕はママの大切なお客様。嬉しいね。ちょっとママ、ねえ、今夜は僕と一緒に寝ないか。酔ってない時もう一遍聞いてみたら。うん、分かった。酔ってない時もう一度聞いてみる。だからおかわりね、もう一杯。はい。つまんないんだわ。まるで孔子なき牢獄なんて。おかえりなさい。遅かったのね。珍しくないだろう。だってこのとこ一月ばかりずっと早かったじゃない。その前の頃はもうめちゃめちゃだったけど。そのめちゃめちゃがまた始まったのさ。あら、ねえ、じゃあまたイランするようになるの？いや、それだけはないね。うん、それはないと約束する。あら、ジョギングウェア。あとこんなもの持っていつ走るの？昼休み。まだ勉強してんのか、周一。うん、今夜は寝かせました。さっき部屋覗いたらね、机にうつ伏したまま寝ちゃってるの。その顔があんまりあどけなくて可愛かったんで、なんだかとっても残酷なことしてるような気がして、つい甘くなっちゃったわ。それは良いことをなさいました、奥様。お褒めに預かりまして、旦那様。でも今夜だけよ、例外。君は子供たちを勉強勉強と夜も寝かせない以外何も考えないのか。え、何も考えないのか。全然その脳みそは。酔ってる人と議論する気はありません。しかし俺は酔ってる時じゃないと本音は言わんぞ。あ、パジャマ。電話あったと思う、今日の午後。ねえ、当ててみて。すんごく懐かしい人。懐かしい人。ほらほら、考えて考えて。ほら、陸上の。陸上？そう、陸上のサンバガラス。のりこ。いやねえ、のりこさんから電話かかってくるわけないじゃない。そりゃまあ、私は全然こだわってないけどね。あちらはさ。違うのよ、あさこ。小島あさこよ。今をときめくニュースキャスターの小島あさこよ。有名人から電話をもらってそんなに嬉しいのかい。ひどい人ね。懐かしいから喜んだんじゃない。で、小島あさこなんだって。ちょっと会いたいって。久しぶりに昔の同級生の顔が見たいんだって。へえ、そんなに暇なものかね。あ、あったら僕からもよろしくって言っといて。二人で会うの？そうよ、どうして？いや、陸上のサンバガラスが会合するのかと思ってさ。ううん、あさこだけ。
どうしたの？私自信なくしちゃった。ああ君のせいじゃないよ、ごめんな。だったら3日も同じなんだもん。私に魅力が足りないのかと。本当に自信喪失よ。頼むよ。心配事？あ、うちのこと？飲みすぎだよ。嘘。明日の朝な。本当かな？本当本当。朝ごはんの代わりにな、和美食べちゃうから。じゃあ約束。はい、指切りゲーマン、嘘ついたら針千本のーます。指切った、ミラクルチェーン。 Goodbye Rocks Goodbye Rocks Goodbye Goodbye Rocks Let's go 一年間保証。 Die One ミラクルチェーン。あ、このハムも天下だわ。あら、紅花油もお茶もお味噌も。そう、ナチュラルの食品は全部無添加だからナチュラルっていうわけ。ダイヤロイヤルゼリー、はい、ダイヤクロレラ、健康家族のための無添加食品なら何でもある。どこで売ってるの？スーパー？うん、じゃなくてナチュラルヘルスショップ、健康家族の店。健康家族の店？そう、健康家族のこの看板が出てるお店、それがナチュラルヘルスショップです。はい、ランジドメゾン。あ、昨日お電話どうも。昼飯どう？あやちゃんのことちょっと話があるんだ。はい、今どちらですか？ちょっと外見てごらん。外。近くじゃ何かと具合が悪いでしょ。タクシーで表参道出られます？インドネシアラヤっていうお店知ってますか？はい、知ってます。じゃあ僕先に行って待ってます。なんだか変なお昼の約束。それじゃ。何ですか、ラヤのことって？今朝彼女来ましたよ。一緒に走った。あの子何か言ってました？ん？何も、ただ一緒にね、二人で走っただけ。え、それだけ？うん、それだけ。うん、君だって知ってるだろう。二人で一緒に走ってると相手の気持ちが逐一読めてくるってこと。出たのご主人。なんか失礼なことを言いませんでした？いやいや、そんなことはないけど、布団屋さんにこだわってるみたいだね。小島さこさんに、ファミリーでお待ちください。
しぶり。お待たせ。待った？私が今来たところ。申し訳ない。本来なら私の方から出向くべきなのに、わざわざ呼び出したりして。いいのよ、あなた忙しいんだもの、ね、私なんて一日ボケっとしてるんだから。ねえ、私テレビ局って初めてよ。タレントさん有名人いっぱいいるんでしょ。でも驚いちゃったな。ごく一般的だと称するあなたのところでも毎日夜中近くまで子供に勉強させてんのね。塾は毎日でしょ。で日曜日は模擬試験ということになると。ねえ、子供って一体いつ遊んでんの。遊ぶって？だからほら、缶蹴りしたりドッジボールしたり。やだ、今時缶蹴りなんかしてる子供いないわよ。だってうちの主人なんて缶蹴りの仕方知らないんじゃないかしら。あなたそれで平気？そりゃね、かわいそうだと思うわよ。でもね、お元気ですか？でも懐かしいわね。ほんと何年ぶり。そうだね、クラス会やらない？もうみんな子供たちから手が離れた頃だもの、集まれるわよ。でも私スケジュールがどうかな。ね、ゴールデンウィークの前なんてどう？ね、多分ね、能登半島の取材っていうのが入ってると思う。あら、私の姉がね、和倉温泉で旅館やってんのよ。ほんと？うん。ねえ、いっそのことさ、あなたのスケジュールに便乗して一泊旅行のクラス会を能登でやりましょうよ。みんな集まるかしら。集まる集まる。小島朝子と能登の旅なんて言ったらみんな喜んで集まるわよ。ねえ、私漢字やるからさ。また学生の頃思い出してついさあなんて言っちゃった。のりこは無理だと思う。どうして？お店がね、それとちょっといろいろあってね。いろいろって？だからほら、女盛りの悩みよ。なら、なおさらのと引っ張ってきましょうよ。温泉に浸かれば気分転換になるわ。あなたもうこだわってないの？こだわるって？何言ってんのよ、もう10年以上も前の話よ。やだ、朝子ったら。ご苦労様。ランジドメゾン。え、さっきかよ。ああ、あ、クラス会。ええ、あ、私無理だって。朝子が大乗り気なのよ。のり子が行かなかったらもう絶好だって。そうよ、ねえ行きましょうよ。ん？もちろんよ、みんな集まるわよ、ね。わかるけど、うん、あ、じゃあ考えてみる。でもあまり期待しないで。ごめんね。それじゃ。
江崎さんの子供を妊娠したっていうからのりこ病気いたんじゃない、みんな忘れてないわよ。あーさこ流産しちゃったのよ、その子5ヶ月の時。のりこさん、はい、その人あなたに何したの？私の一番大事な人取ったんです。だから入れてあるわよ、バファリン、芝のワイシャツの下。そうそう、あなたの好きな。え、助かった。あったでしょ。ひどいんだ、ズキズキして。頭痛にはバファリンです。早く効いて胃にも優しいのです。はい、あ、あなたよかったわ。どういたしまして。頭痛にバファリン。卒業アルバムは今もお父さんの宝だ。お前たちにもいいものを残してあげたい。思い出ありがとう。大コロのスクールアルバム。素晴らしいあの頃、学生時代。この一冊に思い出をぎっしり詰めて君に贈ろう。大コロのスクールアルバム。ああ、あなたの美しいその輝かしさに慎んで捧げたい。手軽で便利な千年球。ああ、世の人々に千年も麗しく健やかでいてほしい。ほほほ、ありがとう。現代のお灸、千年球。この番組はライオンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。